はい、じゃあ続いて写真参りましょう。デビューのきっかけは2人の女子高生、うん、これデビュー当時ですか？デビュー当時ですね、はい、女子高生がきっかけだったんですか？自分たち滋賀でずっと、うん、まあ、5年間ぐらいライブやってて、まあ、大体お客さんが200人ぐらい集まる時期に、うんうん、それでも大阪に行ったら10人ぐらいしか集まらなかったんですよ。あ、場所によってね、うん、で大阪でライブしてる時に、うん、まあ、10人ぐらいのお客さんの時に、うんうん、たまたまそのレコード会社の今のレコード会社の社長がゴルフ帰り見に来てて、うん、隣にいる女子高生が、うん、初めは興味なさそうにしてるのに、うん、その曲を追うごとになんかちょっとキャーキャー言い出したらしくて、あ、回り始めて、そう、社長が聞いたらしいんですよ、うん、その当時一番売れてた、うん、そのレコード会社で一番売れてたオレンジレンジと、はいはいはい、ウーバールどっちがかっこいいって聞いたら、その女子高生が、うん、ウーバーからどうって言ってくれたらしいんですよ。はい、でその瞬間にもう社長はじゃあもうこいつらはやるぞってこう決めて、その話を後に聞いて、うん、その女子高生探しましたよね。見つかったんですか？見つかりました。次のライブに来てくれました。次の大阪のライブに来て、それも継続してずっとファンでいてくれて、あ、10人しかいないんで僕らも分かるんですよ。あ、そっか。でその子が次のライブに来た時に、うん、ひょっとしてこの間ちょっとおじさんに声かけられなかったって言ったら、かけられましたって言ったから、うんうん、君のおかげでデビュー決まったわって言って、女子高生も喜んでたんじゃないですか、うん、彼女たちは来てるんですか今日、うん、来てないって探してない、そこは探してよ